どうも皆さん、おはこんばんにちは。オットジャです。バイオハザード7 DLC ノットアヒーロー続きをプレイしていきたいと思います。暗いよ。ショットガンの弾が20発。研究施設みたいなとこだけどね。あら、開いてない。ラム特殊弾が2発。おい、随分と暗いな。またお、あーあーあー、モンスターの声聞こえるぞ。見えるもん。2発しかないけど、いけるかな。はあ、WM002。 怖っ。2体しかいないならいける。ちょうど2発あるから、俺が外さなければな。とか言ってると外しそうだから嫌なんだけどね。いくぞ。もう消毒する必要もないみたいになってるね。トップ、トップ、よし、消えた。おお、なんだ普通のやつか。はい、グッナイ。さすがクリスだぜ。子供の人形。え、この子たち子供だったってこと。あー、やめて、そういう姉妹的なやつ。実験されてたってこと。タマゲットか。安らかに眠ってくれ。そう、回復アンプル。元は人間なんだよな。資料はそれだけって感じかな。今にも動き出そうなやつがいいじゃねえか、お前ちょっと。おおおお、この野郎。はい、ちゃんと立って。はい、あら、倒した。ハンドガンの弾結構あるな。今にも出てきそうですね。右にいるでしょう。バリーンで来るのか。あ、ルーカスじゃねえか。あいつ。あいてで。ルーカス。何かに夢中になってるみたいだけど。待ってろよ、ルーカス。あ、電源入れればいけるか。アイテムはないな。スイッチオン。ああ、お待たせ、俺だ。ルーカス、待てこら。あっ、遅い、開くの。あぶね。なんだこれ。コネクションの緊急にでも残らず始末した。ほう、まあ、もう早速ひどいことしてますね。モールデッドの檻に放り込んでやったらとか。ゆっくり読んでる場合じゃねえんだけどな。ちょっとでもアイテムを。セーブポイントがあって、あ、キーピックとなんかないかな。あ、鍵を外した。あ、こっちがつながってたんだね。
え、なんかあるぞ。 E データの外帯発見、送信準備。ハンドガンの弾が取れ、そんなもんかな。だな、行くぞと言いたいところなんだが、いや、撃たれるな、これ。どうしたものか。いや、撃たれるよね。あいつが逃げた方向に行こうとすると。まあ、ねえのかい。超時間稼がれた。あれどこ行った。 How the hell are you still alive? You should be dead. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that.You're about to have your hands full. Wow! Don't cut the stuff. Hurrah! Oh, this is. But Lucas also. I don't believe it. Believe it? Lies are not the end. No. No way. Just shut up and accept it, Lucas.Love that, wouldn't you? Oh boy. So this is what it feels like. We've got a situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Oh, I've got something for you. You're fucking squirreled. Yeah, You're going to need to proceed with caution. Extreme caution. Oh, well, that's different.Like I haven't been since we got here. さすがだな、慣れてるっておい。おっと。よくないね。食らってる？いてぇ！やめてくれ！俺が悪かった！トゥ！へへい！あー、なんか弱点っぽいの出てましたね。なんと、トゥ！回復した方が良さそうだ。よし。と。いや。と。グレネード。いいよ、効いてるね。頭が弱点みたいだが、あぶね、あやべ、いやーよくないんじゃない。これ今この状態じゃダメージ入らないやつだね。打ちすぎた感じがするけど、ハンドガンの弾しかないよ。刺せるか。リロード。ある程度ダメージを与えると弱点が出るみたいだな。アンプルもある。頭が、あらー、
よくないね。あ、thanks for the advice。アドバイスありがとうよ。いいぞ。なにこれ。あ、酸素があるのね。どうなってる。いいよ。聞いてますよ。もう酸素ないか。よし。こっち。いいて。一回逃げます。回復。いいて。なんだ今度は。倒したか。やったか。Game over. No. Finally. Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it?止めたぜ。Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but... Crimea River. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Then I'm out of here. Perimeter wall is up and operational.Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way.はい、ということでノットアヒーロークリアでございます。まあ、ベイカー家がね、完成してしまった。本来しかもすごい優しい家族だったっていうのは、まあ、あープレイ時間とかリスタート回数悲しいな、5回、ほぼね、機械の中に入ってからの弾取らないでナイフで頑張るっていうやつだったけど、で難易度プロフェッショナルがアンロックされました。相手もトールハンマーサイト B、ほう。なので、気になってる方はね、難しいモードプロフェッショナル一回クリアすると選択できるようになるので、それでまた挑戦するとか、ともう一つね、もう一つが確かエンドオブゾイが、配信されているので、そちらも挑戦してみたいと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次回エンドオブゾイでお会いしましょう。ほんじゃまたな。